そうですね、まあ、平岡監督が就任されて3勝2敗3敗ですか、まあ、五分のところですけども、はい、何とかこう勝ちを一つ、まあ、多く積み上げて、塚本のキックオフで始まりましたキム・ヨンボンのロングボール、ただ対応している高尾、さらに福田、あとは奪われたドロップのディフェンスの切り替えというのも、ね、早いですよね。切り替えの早い清水、奥井は自ら打ったか、ゴールキーパー東口、キム・ヨンボン右足のクリア、金子です。ボールを奪い取った清水、ただ、さらに奪い返したガンバ、塚本と福田です。そしてパトリックから塚本、そして倉田の左足だ。清水、まあ、奪った後さらに奪い返してっていうところでしたよね、ガンバは。そうですね、ニアに来た、ここでホイッスルです。前半非常に締まった展開は0対0です。ベグシーヌにプレッシャーをかける倉田、さあ前を向いています。川本走り出していますが、後藤は自ら打っていく、ゴールキーパー東口、川本シュート、また東口だ。いやー、ビッグセーブですね。ビッグセーブを見せました。どうもスペースあった中で侵入していって、まあ、ロングレンジからシュート、まあ、川本もよく右足アウトスイング、エグシーニョ、ここで打っていくか、あっとここでシュートだ。川本が J1 初ゴールを決めます。コーナーキックからこうセカンドボールのところですけどもね、まあ、サイドでエウシューノが持ってカットインからシュートのイメージあったと思うんですけども、まあ、オフサイドギリギリのところで、まあ、川本が抜け出したっていうところでしたね。そうですね、まあ、少しガンバのディフェンス陣はこうボールウォッチャーになったところ、川本がいいタイミングでね、まあ、抜けてくるっていうところを信じて、まあ、最後も、まあ、ゴールキーパーの動きを組みながらしっかりとサイドに流し込みましたね。3回脱出のきっかけとなるそんな先制弾を叩き込んだのは川本、その川本ボールを受けてスルーします。お、西澤が来る、東口、クリア。いやだ、ここ西澤が抜け出したところですけども、まあ、最後まで、そして西澤、坂動き出してクロス、川本ワンタッチ、金子、金子、金子のシュートだー。清水2点目、サイドでここ、まあ、清水の方が時間を作れたというのが一つポイントだったと思いますし、まあ、このクリアボール、これダイレクトですよね、川本が、はい、ここが一つポイントでしたよね。まあ、矢島が少しこう、まあ、クリアなのかパスなのか、まあ、判断ミスったところを、まあ、狙ってましたよね。そうですね、まあ、金子も落ち着いて、まあ、逆サイドの、まあ、コース空いたところにしっかりと蹴り込みましたね。はい、清水です、タッチに出します。